マクシミリアン・リュースは、フランスの画家、イラストレーター、版画家である。パリの当時、労働者階級が多く住んだモンパルナスに生まれた。父親は、鉄道会社の社員であった。14歳で、基版画職人のヘンリテイフィール、ヒルデブラントの弟子になった。3年間木版画の見習いとして働きながら、夜間は、工芸学校で絵を学んだ。家族とパリ近郊のモンルージュに移った後も、 国立オブラン製造所の絵画の教授のディオジェーヌ・マイヤールから学んだ。1876年に、版画家のフロマンの工房で働き始め、サシエイリ新聞、イルストラシオンやザグラフィックを含む出版物のために基版画を作った。リュスは、私立の美術学校、アカデミー・シュイスでも学び、肖像画家のカロリュス・デュラン、1837、1917、 の工房でも学んだ。レオ・ゴーソンやカバ・ロペルッチといった新印象派の画家と親しくなり、彼らとラニー・シュルマルヌなどパリ郊外の風景画を描いた。1879年から4年間、軍役に着いた後、その頃、多色版画の新しい技術によって習得した木版の技術が時代遅れになっていたこともあってリュスは版画を止めて海外に専念することにした。 ゴーソンらに、ジョルジュスーラが試みていた工学的理論を取り入れた、天平の技法を知った。ルスが天平で描いてた時代の作品の評価が高い。1887年から、モンマントルに住むようになった。アンデ・パンダン美術協会の会員となり、第3回のアンデ・パンダン展に出展し、その作品は、画家のカミリユ・ピサロや批評家、画唱のフェリックス・フェネオンに評価された。ピサロや、 ポール・シニャックのほか、多くの新印象派の画家たちと交流した。その中には、スーラー、アンディ・エドモン・クロス、シャルル・アングラン、アルマン・ギオマン、イポリット・プティジャン、アルベール・デュ・ボア・ピエラが含まれていた。1888年にフェネオンの企画で、最初の古典が開かれた。1889年には、ベルギーの20人展にピサロラと共に招待され出展した。 1892年にも20人店に出店した。1915年から1919 19年を除いて、没する1941年までアンデパンナン店に毎年出店し、1926年には最初の出店から30年にあたったので回顧店も開かれた。1909年にアンデパンナン美術協会の副会長に選ばれ1935年に、 ポールシニャックを継いで会長になった。1940年に BC 政権がユダヤ人芸術家を会員から排除する法律を作ったのに抗議して会長職を辞した。思想面では無政府主義に共鳴しており、アナキストのジャングラーブが出版したレタンヌーボーなど社会主義の観光物に差し絵を描いた。百九十四年六月十四日に共和国大統領、 マリー・フランソワ・サディカルノーがアナキストに暗殺されると7月8日に暗殺の関係者であるという容疑で逮捕され、マザス監獄に収監された。42日後に解放された後、この経験を描いた10点の版画からなる版画集、メイザースを出版した。1941年にパリで没した。ありがとうございます。